ついでのことをついのもりです。はい、今回はですね、ちょっと、今日は始業式の前の日で、生だけ、6年生だけ、新6年生だけ登校する日なんです。だから今日空はお休みでいるんですけど、せいがもうすぐに帰ってくるのよ。あと1時間もしないうちに帰ってくると思うんだけど、ちょっと今から、まあ、いつもさ、夕飯動画はちょこちょこ撮ってたりするんだけど、お昼の動画っていうのはなんか撮ったことないなと思って、そう、今からお昼をパパッと作るので、その動画をまあ撮影してみようかなって思います。なのでぜひ興味のある方は最後までご覧ください。それではスタート。辻チャンネル。今日はちょっとまだ寒いのよ。4月入ったのに雨が結構続いてて寒いので、前にね買った、この業務スーパーで買った大きいシチューの素を使ってシチューを作ります。なので全然参考になる動画でもなく、面白い動画になるかも微妙です。はい、ただただ私がシチューと、まあ、ホットドッグを作っていこうかなと思います。ちょっと時間がないのでバーッと急いでいきたいと思います。ただね、じゃがいもがないのよ。そう、じゃがいもがないので、じゃがいもなしのシチューを作ります。はい、なんか結構シチューってベーコンとか、まあウインナーとかそういうので作る方もいると思うんですけど、定番のもも肉で作っていきます。なんかさ、今まで料理のあれがわからん。いや、マジでさ、なんかさ、4月に入ってもう春じゃん。なのにめちゃめちゃ寒くて、もう朝から暖房つけちゃってるんだけど、ずっと雨だし、なんか春休みらしい春休みというか、遊びにもどこも行けなかったしね。天気が悪いですね。じゃがいもがないんだけどさ、そう、昨日ね、肉じゃがにしたの。で、肉じゃがのじゃがとじゃがいもがなくて、里芋があったから里芋で作ったんだけど、肉じゃがの里芋がめちゃめちゃ美味しかったのよ。だからちょっとシチューの里芋ってどうなんだろう、ここは。晴れたらいいのにね、ここね。ここ見てて、今雨で濡れてるよ。ほら、ちょっと、ほら、太陽出てきたから。ほら、晴れてきて。お散歩行けるかもよ。ね。これ何痛くなる？これ、こっちです。すごい早く痛くなるよ。皮を剥くな。これで、すごい上手。ポンシャンが上手です。めちゃくちゃ上手です。切れない切れ、こうのはね、ないんだ、包丁が今。鍋がちっちゃかった気がする。はい。どれで切るのね。見せて。ポンシャンのどれで切るの？人参さんをこれで切るの？切れるかな、それ。切れるかな。頑張れ。硬い硬いんだよ、人参さんは。硬いね。これを包丁で切る。何の包丁切れる？ママと切ろう。え、ママと一緒に切ろう。切る？せーの、せーの、よいしょ、よいしょ。いいね、いいね。うわ、一番チョキじゃん。人参ね。これで半分。よし、OK です。あとは一番チョキじゃん。いちごは後で。なんで一番チョキじゃん。いちごはご飯食べてから。ご飯と一緒にチョキチョキやろう。やろうね、後でね。後でやろう。はい、とりあえずこのまま煮込みます。いちごチョキした。はい、いちごチョキしましょう。はい、いちごです。いちごです。切ってあげます。
我が家の包丁とイチゴを洗いまして、葉っぱ切るんで、葉っぱ。あ、上手。あ、いいね、いいね、上手じゃん。これさ、牛乳にさ、潰してさ、飲んだらいいんじゃない？どうだ？あ、いいじゃん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 。ほら、上手に、下手だけ、むしろの貯金した。はい、で、母さんはこちらの、ソーセージの、長いソーセージと、こちらの、ロールパンでホットドッグを作っていきます。ということで今日のお昼ご飯はホットドッグとシチューです。あとはコアがチョキチョキしてくれたいちごの牛乳作るいちご牛乳を作ります。いいんじゃない？コップにできたの入れて。これどんな感じなんだろう。粉系だ。粉、うん、葉っぱ入ってるよまだ。見て、粉々だった。これさ、ちょっとジップロックに使わない分入れとかなきゃ。これでいい。いいんじゃない、見せてあげて。はい、できました。わやば、持ってて、そーっと持ってて。よ、ここ持ってて、こことここ。そう、いくよ、落とさないでよ。待ってよ。何やってんの？ここで、コア、ここでこうやって持ってて。ママ、はい、何やってんの？シチュー。コア、ここ、ママ、こことここで持ってて。ママ、今シチューの粉を入れ替えてる。なんで？お前なんでイチゴ食べてんの？食べてないよ、まだ。俺も食べたいイチゴ。あるよ。お前なんで入れ替えてんの？ジップロック機能がなかった。やばいやばいやばい、コアちゃん押さえて、押さえて。俺押さえてあげる。え、大丈夫。コア、一緒に押さえよ。なんでダメ。一緒に二人でじゃ押さえて。ダメ。はい、コアここ入れて。はい。はい。コアも入れて。はい。いや。どういうこと？どういうことそれ？やばい。コアこっちも沸騰してます。コアはこの業者で買ったカーネルコーンの冷凍入れます。本当に、まあ、お昼ご飯だから本当に普通なんですけど、あとはまあ牛乳入れたりとかルー入れたりとかして、ちょっとじゃがいもに関しては里芋入れてみようかなって思ったんだけど、とりあえず里芋はやめときます。だからさつまいもだったらね美味しいんだけど、里芋はちょっとやったことないんだよな。ちょっとやったことあるよって人はコメント欄で教えてください。そしたら牛乳入れます。この牛乳さ、コアがさ、ミッキーの牛乳がいいって言って、これ買ったの。初めて買った、これは。で、これさ、今もう箱ボロボロにされちゃったんだけどさ、これ何の子なんかわかんなくなっちゃうから、いきます。はい。粉ってあんまり使いられないんだけど、これ。量がわからん。粉になると。粉の割合がわからんね。ヨースの、あのブロッコリーとかいいのかもしれないね。ブロッコリーこの間買い忘れた。ほうれん草だ。待って、ちょっと粉入れすぎた感じ。ちょっとわからん、粉がめっちゃ濃そう。やばい、完全にルー入れすぎた。ちょっと待って、結構だ。調子に乗った。よき。シチューはね、本当に空がめっちゃ好きで、冬場はね、よく作るんだけど、まだまだ寒いから。美味しいです。本当に髪切りたい、マジで。本当はショートにしようかなって思ってたんだけど、ちょっとなんか若干ビビってて、一回これぐらいに切ろうかなって思ったりしてます。ちょっとね、さすがにね、ここからのショートは勇気がいる。なんか今一番短い箇所、森の長い箇所なんだけど、サイドとか短くて、そこに合わせて重めに切ろうかなってちょっと思ったりしてんだけど、色は昨日夜自力で塗
カラーしました。完全に自力です。これ自力で泡カラーしてます。でカットだけいこうかなって感じです。すごい頑張ってる上手じゃん。4人分に分けてね、牛乳入れて潰して飲むみたいなイメージなんで。16個ですか。16÷4 4個ずついいね。4個ずつですね。あ、でもそっちはコアのはいいや。だ16÷3でいいです。コアはこれさっき自分のやつだから割れないね。全部食べちゃった早い、食べるの早い。犯人がいました。シチューの犯人が。シチューの犯人です。これとかよし、それご飯食べてから牛乳入れて潰して飲むんだよ。そうなの。はい、それママ探してたんだけど、これもういちごの取り合いだよね。ソーセージ、シチュー入れた。あ、入れてくれたの。コアありがとう。はい、ありがとう。コアのいちごは、コアのもあるよ。これじゃない、一番多いの。やばさ、ここにさキャベツを挟みたかったんだけど、キャベツがなかったので、もう本当にシンプルなやつ入れていきます。ラビーコアさんは海苔巻き、シラスを海苔巻きの間に挟んで巻いたやつを3本食べちゃったので、お腹空いてないと思う。私はね、このね、これをつけて食べたいんだね。前に買ったホットドッグデリッシュってやつをつけて食べようと思って、めっちゃ楽しみだと思う。美味しいかな。でかーい。いいサイズ。多分1個のお腹いっぱいなんじゃない。じゃーん。これにケチャップをつけて食べます。はい、こんな感じでコアちゃんご飯食べたから、先にこれね。コア何個いつ食べるの。コアが切ったやつだよ。何個。4個かな。混ぜ混ぜして、こっちの手で押さえてちゃう。いちご美味しい、美味しい。はい、我が子がみんな大好きないちご牛乳です。飲むの。あっちで飲む。よし、でか。すごい、めっちゃ久しぶりに晴れたんじゃないの。めっちゃ久しぶりに青空。めっちゃ青空。ちなみにですね、まだ我が家のバルコニーは完成しておりませんので、なので、ね、ここにウッドデッキがつくんです。そうなので、まだまだ工事途中なんですけど、完成したらまたそれはそれでお見せしますね。はい、ということでケチャップを塗っていきます。もういちいちいらんてね。はい、ということでもう完成させていきます。バイバーイ。はい、いただきます。いただきます。